ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所を間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。せえな。すまねえ、本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でも少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。